上町役場のトイレに盗撮目的で小型カメラを設置したとして上町の副課長の男が逮捕されました建造物侵入と迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されたのは上町の52歳の副課長の男です警察によりますと男は去年6月上町役場の2階女子トイレに盗撮目的で侵入し 動画撮影機能付きの小型カメラを設置した疑いが持たれています町の職員がこの日役場の和式トイレ内に落ちている小型カメラを発見したことから発覚しカメラには女性の姿が映っていたということです調べに対し男は盗撮したことに間違いないと容疑を認めているということです男の自宅からは 他にも同じトイレで撮影したとみられる女性の動画が見つかっていて、警察は男が役場内で盗撮を繰り返したとみて捜査しています。